エンゼルスのミッキー・モニアク外野手が30日、敵地ブルージェイズ戦で以前のミディアムヘアから丸刈りに近いショートヘアで登場した。数週間前に切るつもりだったけど、連続試合安打が8か9の頃にもう少し待った方がいいと思って切るのをやめた。安打が続いていたらそのままにしていたと思うと説明。頭をさすりながらやっと気持ちが楽になった。より軽く、早く動ける気がすると照れ笑いを浮かべた。こういうルーキーは大好き。いいキャラしてんな。このイケメンフェイスで2桁本塁打、オプスは驚異の 0.950。 大谷に撫でられてすごい嬉しそう。上級生がタイムリーでも打った下級生を、よし、よし、ってしているみたい。外国人の頭を上から撫でまくる日本人選手の出現も大谷が史上初。イケメンモニアックも大谷にかかれば微笑み地蔵状態で嬉しそう。ひまわりの種投げたり、相手に呪いかけたり、この二人本当に仲いいな。大谷も打順2番だと3割5分ぐらい打ってるイメージあるし、このモニアック3番、期待してる。復調してきたウォードを失うのは痛い。もうモニアックとレンフローしかいない。頼む、トラウト、ドルーリーが帰ってくるまで大谷敬遠の後しっかり打ってくれ。大谷とモニアックのイケメンコンビ頑張ればまだワールドシリーズへの道は残されている。大谷への敬遠を少なくするためにもモニアック頼むで。モニアックは1番バッターの方がプレッシャーなしに打ててるような感じ。2番レンヒーホー、3番大谷、4番レンフローでいかないとしょうがない。故障者が復帰するまで耐えるしかない。ボード離脱でミッキーの働きが一層重要になった。慣れないレフトの守備とか大変やろな。誰でもいいから大谷の敬遠を減らせる選手になってくれ。タイトルかかっとんねん。